てますよね、目が。頑張っていこうね。透明版バンドセットに向けてリハーサルでーす。楽しい、楽しいんだね。でもここまで10公演やってきたから自信ありです。なんかあんまり不安なことがなさすぎてさ、なんか何すんのってぐらいまあなんかこのバイブスを合わせるとか、このみんなでテンションを超えてっていこうっていう士気を高められるリハになったらいいなと思っております。はい、ただなんか瀬戸美が若干変わってるんですよ、それが本当に若干なんだよね、だから引っ掛け問題というかみたいになりそうで、そこだけが不安です。それを頭に入れていく作業を心を改めて見ていきたいと思います。と今回は余裕あり、引っ掛け問題が不安でも今まで10公演おけりやってきたのがバンドになったらどうなるのかなっていうのはすごい楽しみです。頑張ります、頑張ります。はい、じゃあ皆さん今日も一日よろしくお願いいたします。いっぱいちぎってる、このテープいっぱいテープちぎって、いっぱい足に貼ってる、縮めるすごい。3番あ、この中にありそうです。5ミリ、アメリカの。それでさ、このここです。お気遣いありがとうございます。ありがとうございます。これ、来る、あ、バイバイバレましたね、今の永遠と開かないかと思って全力で応援するからね。ペットボトルが開けられないようです。ドラムの音が聞こえたらもうオフでいいです、はい、で、水飲んだり最後って、バミリが全然わかる、体がなんかカラコロンって聞こえてきたら5人になってから変えた曲が全然頭に入ってなくて、5人バージョンのがちょっとまだ危ういので確認してました。そしたら多分明かりが落ち着き、手書き iPad に変えなさいって散々言われてるんですけど、そしたらもうそれ手書きで構成表書いてます。適当にしててください。0.5 の気持ちで真剣に使っていただいて、今日みたいに80とか75になったら半身ぐらいにしていく、中にいる意識、移動というか喋るために真ん中で、はい、絶対使ってくださいね。頑張ってこうね。必死に伝えてますよ、ののが。あの言語化しようとしている。これはあのモニターの、あの中音の自分の好きなバランス、自分の声上げてくださいとか、自分の声をリバーブちょっと少なくしてくださいとか、上げてくださいとか、あとドラムだけ上げてくださいとか、そういうのを言うんですよ。で、自分好みの耳を作るのが今日のやるべきこと。マフマフでーす。こんにちは。こんにちは。やったるで。やったるで。これがウッドベースがめちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、これが今回の目玉で。どこで撮影するのかな。そんな曲あったっけみたいな。楽しみ。楽しみ。マフマフの大活躍シーンがあるので、ね、ぜひ注目してもらいたいです。過去一番のライブバンドで。見て楽しい、押して楽しい、歌って楽しい、みんながハッピーになる。よろしくお願いします。過去一をうちらも更新できるように頑張りたいと思います。イエーイ、やる気ー。
思ったよりよりリアルということで、新商品のロンティーを普通、はい、ロンティーを紹介したいと思います。白と炭、ちょっと黒ではないんです、ちょっとくすんでるチャコールグレーみたいなお色してて、着やすくない？そうなの、ね、まいちゃんがね、こういう色がいいって、おー提案したのはこういう良き足です。見ました、背中も可愛い。で、なんかメンバー一人、これマネージャーさんが考えてくださった後ろを表す、前向きやね、前向きつやね、これそうそうそう、パッと歌う。サイズは私が 158cm、 M サイズです。でも、あの肩幅が広めなんですけど、めちゃくちゃ肩幅が広くて不安な方も着られます。まうちゃんは 149cm の L サイズです。 L、 きっと女の子はこれをワンピースじゃなくてワンピースしてきてもちょうどよくなれるんじゃないかなという大きなサイズです。これ好きすぎていっぱい着てるからね、ファンの方も紹介してくださってますね。ぜひ皆様お買い求めください。待ちしております。私が北海道で沖縄って言っちゃった、うん、最高だね、いい事件だったね。なんか沖縄って言っちゃったんですよね、なんか、うん、一番離れて、そう、一番こ上と一番この北南で、うん、なんか言っちゃってないんですけど、うん、最後にちゃんと自分で回収したんですよ。明日すぎて沖縄かと思っちゃったけどって自分で回収して偉かった、偉かった。はい、それでは明日の大阪公演、あさっての名古屋公演、そして12月6日ファイナルの東京公演、皆さんお楽しみに、楽しみに待ってます。遊びに来てね。